白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回はアダム・スミス、ケインズ、フリードマン3人のまとめということでやっていきたいと思います。はい、まず経済とは何かっていうところからですね、人間生活の基礎である財やサービスの生産分配消費の過程、これを基礎、経済というふうに定義しているということです。で、経済の前提はですね、すべての資源は希少なものであるということで、限られているからこそ、最適数量を最適価格で、売買取引するということですよね。もし空気のように無限であれば、別にね、数量の決定とか、価格の決定とか、する必要がないわけですので、好きな人が好きなだけ使えばいいということになりますけれども、空気みたいな無限のもの以外のすべての資源というのは希少、有限なので、じゃあその限られたものをどう効率よく使いますか、そのためにはいくらっていう価格でどれぐらい取引しますかっていうのが経済の前提ということです。はい、なので資源は希少ですよね。だから無駄なく効率よく分配される必要があると。で、現在では市場に任せて結果論として効率的に分配されたとする市場経済が中心だということですよね。その逆で、事前に計画して、計画通り生産して、計画通り分配してっていう計画経済っていうのは、歴史的には、うまくいかなかったと。なので、今は市場経済ですね。結果論として、市場で、効率的に分配されましたよね、というのが、中心になっているということです。はい。で、市場経済理論において3人の対価というのを、学んできましたということですよね。すなわちアダム・スミスとケインズとフリードマンです。で、この3人っていうのをですね、ちょっと一緒に見ていくことで、1回ですね、知識というのを整理していきたいというふうに思います。はい、まずどこの国の方かっていうと、アダム・スミスはイギリスで、ケインズもイギリスですね。で、フリードマンに関してはアメリカの、学者であるということです。で、アダム・スミスはですね、1776年に国富論というのを発表しているということです。で、1776年ってどれぐらいかっていう話なんですけれども、日本で言えば江戸時代ということですよね。なので、江戸時代中期のですね、例えばね、松平正信のですね、寛政の改革とか、あの辺ぐらいという感じです。で、イギリスという国に関して言うと、結局、1600年代後半にですね、権利の昇天というのが出て、国王の権力、それから議会の、権限というのを一部制限するというような、ことを、発表していたりします。ね、で、1776年というのは世界的に見たらアメリカの独立戦争が始まった年ということですよね。アメリカがイギリスから独立するというその独立戦争が始まった年、ということなので、イギリスっていう国からするとアメリカから独立戦争を、仕掛けられたっていうか、アメリカがイギリスに対して独立をしようとしていたということですよね。で、それはフランスの人権宣言のまだ前の話っていうことですよね。で、何が言いたいかっていうと、国王の力とかね、っていうのがすごく強くて、ね、まだ個人の力、例えば個人の自由とか平等っていうのがそんなにね、今ほど当たり前の、基本的人権としてまだ認められてないくらいの時代に、アダム・スミスという人は国富論というのを発表して、そしてね、その市場経済っていうのの原理っていうのを説明したということですよね。で、ケインズに関しては1936年に雇用利子及び貨幣の一般理論っていうのを発表したということで、1936年ってまたどういう時かっていうと、これは世界恐慌直後ということですよね。世界恐慌が1929年に発生してます、ね、アメリカのニューヨーク取引証券所での株価暴落をきっかけとした世界中の一斉不景気ということで、1929年が世界恐慌ですよね。で、その世界恐慌のまだ問題っていうのをアメリカがとかイギリスが解決できてない頃に、結局この理論っていうのをケインズが発表しているということですよね。はい。で、フリードマンっていう方はですね、1962年に資本主義と自由というのを発表しているということです。で、これはどういう頃かっていうと、日本が高度経済成長が始まった頃という
感じですよね。日本が1950年の朝鮮戦争をきっかけとした特殊景気を境にして、そこから高度経済成長ということで毎年毎年年率 10% 以上の成長っていうのを増していくということになりますけれども、1962年といえば日本で言えば高度経済成長の真っ盛りという頃ですよね。でアメリカにおいては、まあ、20世紀前半のですね、ちょっともうアメリカがもうダントツ1位というね、そのスーパーパワーが少しずつ弱り始めて、ね、ベトナム戦争でですねちょっとこう疲れ始めている頃っていうことですよね。その頃に、まあ、フリードマンがこの理論を発表しているということです、はい、まずこの時代背景というのをちょっとここで改めて確認していきたいと思います、はい、で一人ずつなんですが、アダム・スミスに関してはまず背景ですね、この人が理論を発表した背景というのはまだ王や議会など政府の権力がすごく大きかったということです。まあ、イギリスっていう国に関して言えば、まあ、絶対王政があって、もう王が本当に絶対的な権力を持ってた絶対王政の時代があって、そこに、ね、議会っていうのが成立して、ね、まあ、王の権力っていうのを少しずつ弱めながら、まあ、議会っていうのが、ね、機能し始める。そしてその議会を通じて、まあ、国民が少しずつ少しずつ個人的、人権ですよね、基本的な人権っていうのを、まあ、主張し始めるという感じの頃ということです、ね、で実際このアダム・スミスが国富論っていうのを発表した時っていうのはアメリカがイギリスに対して独立戦争を、まあ、仕掛けた年ということで言えば、逆の言い方をするとイギリスはそれだけ全世界に対してまだ植民地をこう拡大していっていた、っていう時代ということですよね、まあ、その頃にアダム・スミスは理論を発表しているということです。でその時アダム・スミスの、まあ、目の前で広がっていたイギリス、そして世界の課題っていうのはとにかく非効率な経済ということですよね。まだ王とか議会っていうのが圧倒的に権力を握っていて、ね、経済っていうのは王とか議会が中心とした、まあ、経済だったわけですよね、まあ、いわゆる計画経済的な、ね、まあ、王主導もしくは議会主導の経済ということで、まだ全然市場経済、家計と民間分野に、ね、任せるというような、そういう、 こう、ね、効率のいい経済っていうのはまだまだ全然、遠い、状況で、あったということですよね。だから王とか議会とか、まあ、そういうこうね、正直こう母体が大きいところが、やればやるだけ、まあ、無駄っていうのも増えるわけですよね。ね、大きい母体が動けば動くだけ無駄も多いわけです。で小さい、例えば個人とか個人事業主とか、で小さい母体になればなるだけやっぱ無駄が少なくなりますよね。それがこう大きくなればなるだけ、大組織大企業、っていうふうになればなるだけ無駄が大きくなります、ね、最終的には王とか、まあ、国とかっていう形になると、まあ、非常にね、ありとあらゆる至るところにこう大きな無駄っていうのがあるという、そういう、 こう非効率な経済っていうのが課題で、非効率な状態をいかに効率よくするかっていうのが、まあ、ね、取り組むべき課題だったわけですよね。でその課題に対してアダム・スミスの理論っていうのは神の見えざる手ということで、ね、まあ、夜景国家っていう考え方を出したということです、ね、結局もうね、民間の家計と企業に任せていれば、ね、神の見えざる手によって、ね、最適な数量で最適価格で取引されるようになるんだと、それが社会にとって最も効率のいい状態なんだと。でそれに対して政府っていうのはもう夜景なんだと、夜の警察官ガードマン、だから国の国防と治安維持、国内の治安維持、この、ね、国防と警察、これだけをやればいいんだという考え方が出てるわけです。これどういうことかっていうと、ね、まあ、例えば、ね、めちゃくちゃ太ってる人に対して、ね、もうものすごい、ね、痩せた方がいいよって言ってるような感じなんですよね。当時はアダム・スミスの頃っていうのはまだまだ王とか、ね、議会とか国家っていうのがめちゃくちゃ影響力が大きかったわけですよね。だからすごくこう図体が大きい経済だったわけです。でそれに対して、ね、もう超極端に言ってるわけですよね。超極端に全く対極で、いやいやもう政府って経済関与する必要ないよねと、ね、もう政府っていうのは国防と警察だけやってればいいわけなんでっていうことで、全くね、もう対極の
理論をまあぶつけていっているという感じなんですよね。でそれはもうすっごい、太っている人に対してめちゃくちゃ努力してめちゃくちゃダイエットした方がいいよって言ってるのとまあ同じっていうところをまあ理解する必要があるということです。なので、まあ、大きい政府に対して小さな政府を主張したということです。もう政府は経済に関与する必要なしということで、まあねまあ、理論らしく極論をまあ、ね、伝えているというところを理解したいということです。はい、で今度はケインズなんですけれども、ケインズは、ね、背景は世界恐慌による不景気ということで、まあ、全世界でですね物が急に売れなくなってきているというのが背景としてありましたと。で目の前で解決しなければならない課題は何だったかっていうと、大量に発生した失業者をとにかく助けないといけないというのが、ね、ケインズの、ね目の前で広がっていた課題だったということですよね。だからケインズの理論提案っていうのは何だったかっていうと、有効需要の創出、そして公共事業の提唱ということだったわけですよね。要するにこう経済主体っていうのは家計と企業だけではなくて政府もあるんだと、ね、だからまあ今の式で言えば国内総生産 GDP っていうのは消費プラス投資プラス政府支出というのもあるんで、ね、その政府支出っていうね、だから不景気ってことは家計部門と企業部門だけでは、で有効需要、お金を払ってでも欲しいっていう有効需要が不足してるんで、だから失業者が発生してるんですよねと。だったらそういう時こそ、ね、政府がお金を出して、ね、そして有効需要を作り出せば、だから失業者をまあ救えますよね、雇用できますよねと、ね、そしてまあ政府が公共事業をやればそれは回り回って家計とかね、企業とかっていうのにも、大きな影響を与えますよねということです。で、例えば GDP 国内総生産の式で言うならば、消費プラス投資プラス政府支出と言った時に政府がお金を出せば結局国全体の GDP が増えるわけです。で国全体の GDP が増えて結局その、ね、国がやった公共事業っていうのは結果的には、ね、例えば家計部門の雇用を、ね、創出するとか、ね、もしくは社会的なインフラですよね、例えば道路とか橋とかっていうのを残すっていうことで、結果的には、ね、家計部門とか企業部門に対しても大きな、ね、プラスをもたらすんで、だから結果、ね、たとえその政府が政府支出で、ね、その財源が税だけで足りなくて国債発行して借金したとしても、景気が良くなった時に借金返せばいいというような考え方ですよね。これは完全に小さな政府、要するに世界恐慌っていうのはアダム・スミスの考え方で言った時に、家計と企業の両者だけに任せていても世界恐慌の、ね、不景気ですよね、そして失業者の救済というのが解決できない。要するにこう民間の市場マーケットに任せているだけでは一向に失業者が減らない、問題が解決しない。だから、ね、民間に任せてたんだけど結局それだけじゃうまくいかないっていう、その小さな政府状態に対して大きな政府、結局国が財政支出をした方がいいというのを、主張したという考え方ですね。で3人目のフリードマンに関しては、背景はベトナム戦争中のスタグフレーションっていうのが、理論のスタートになります。実際この、ね、フリードマンのマネタリズムっていうのが、すごくこう、盛んに、勢いを増していくのは1973年の石油危機、オイルショック以降ということになりますけれども、理論の本を出したのは、ベトナム戦争中のスタグフレーションということですよね。アメリカっていう国がね、圧倒的に強くてスーパーパワーで、っていう時に、ベトナム戦争が全然こう終わらない、決着しない、泥沼化していった、ということですよね。それでこうアメリカっていう国がどんどんこうね疲れていくということですよね。それで不景気なのに物価はどんどん上がっていくみたいな状態です。でこの頃はまだケインズのね考え方でいう大きな政府っていう考え方が中心だったんですけれども、その10年後ぐらいに1973年に石油危機、オイルショックがあって、いやもう、ね、このスタグフレーションというのはケインズ理論では解決できないということで、このフリードマンのマネタリズムの考え方というのがすごく注目を集めたということです。で取り組まないといけない課題というのは不景気なのにインフレということですよね。物が売れないんだったら、ね、値下げしていくはずで物価は下がっていくはずなのに、ね、不景気なのにインフレだったと、ね、だから物が売れないのに物の値段が上がっていくから余計買えないというような状態になったということですよ
ね。で、不景気っていうのは正直市場経済、資本主義ではもう避けることができないわけです。ね、物が売れて売れて売れて、ね、みんながある程度欲しい人が全員持ったと。全員、一通り買いましたと。いう状態になったら、今度は売れなくなるっていうのは、これも仕方がない、定めみたいな、宿命とか定めみたいなものですよね。だから不景気はもう仕方がないと。その代わりインフレは何とかしようと。ね、物が売れなくなったっていうのはもう仕方がないとしても、ね、その中で物価が上がっていくっていう状態だけは何とかしようということで、政府がインフレの方に、ね、焦点を当てて問題を取り組むっていう考え方だったわけですよね。で、そのためにはどうすればいいかって言ったら、まずは、ね、財政政策ですよね。政府による公共事業とか、ね、そういったのは止めましょうと、ね、そして任せられるものは市場、民間市場に任せましょうと、ね、やっぱ政府っていうのがやるとどうしても高コスト、ね、無駄が多くなっちゃうんでコストが高くなるわけですよね。で、それが結局物価上昇にもつながっていくんで、だからまず財政政策を止めましょうと、ね、で任せられるものは民間に任せましょうと。で、それでまず経費を下げると。そしてじゃあ政府は何をすればいいのかって言ったら、いわゆる金融政策ですね、まあ、中央銀行による金融政策、これだけは市場マーケットに任せるわけにはいかないので、貨幣供給による物価安定ということで、毎年発行するお金の量っていうのを、数パーセントずつこう増やして、お金の量で、結局物価っていうのを安定させればいいということです。まあ、極論ね、例えば1年で 2% 物が増えたんだったら、1年で 2%お金発行するお金も増やさないと物価上がっちゃいますよねと。ね、物が 2% 増えてるのに、ね、お金の量は変わらなければ、ね、結局物価上がっちゃいますよねと。だからお金、物が 2% 付加価値分で増えたんだったら、ね、当然増えた 2% 分はお金も増やした方がいいですよね。だ、物の付加価値が増えました。だからお金の付加価値、お金も増やしましょう。そしたら物価変わらないはずだと、っていう考え方ですよね。この貨幣の供給量を増やすことで物価の安定を図る。逆に言えば政府はこの、ね、金融政策の方だけに注力して、それ以外の財政政策は止めて、結局物価上昇を抑えましょうというのが、まあ、フリードマンのマネタリズム、新自由主義という考え方でした。それは逆の言い方をすれば、大きな政府に対して今まで積極的に、まあ、例えば戦争だとか公共事業だとかいっぱい積極的に、ね、動いてきた国家、大きな政府に対して小さな政府っていうのをまあ主張したということですよね。だから当時の状態が大きい政府だったら、理論は小さい政府を主張しているわけです。で、当時の政府が小さい主張だったら大きな政府っていうのを主張してるっていうところにまず気づいていきたいということですよね。はい、要するに、ね、誰の理論が正しいのかとか、大きな政府と小さな政府のどちらが優れているのかとか、理論的に、などははっきり言って無意味だということですよね。もう絶対的にいついかなる時も大きな政府がいいとか、絶対的にいついかなる時も小さな政府がいいとかっていうことははっきり言って言えないということですよね。ね、大きい政府の時はこういう問題が起きるんで小さな政府にしていった方がいいと。で、小さな政府の時はこういった問題が起きるんで大きな政府にしていった方がいいっていう相対的なものなんですよね。太ってれば痩せた方がいいけど、痩せすぎてるんだったらもうちょっと食べたらどうですかっていう話になってくるということです。だから、どんないついかなる時も大きな政府がいいとか、いついかなる時も小さな政府がいいとか、どんな時でも例えばアダム・スミスが正しいとか、ケインズが正しいとか、フリードマンが正しいとかっていうのは全く意味がない、無意味だということですよね。その時の背景とか、どういう課題を解決したいのかによって、適用する理論っていうのが変わってくるということです。はい、だから万能な経済理論っていうのはないっていうことですよね。まあ、はっきり言ったら理論っていうのはまあ道具なので、ね、どういう課題を解決したいのか、その課題を解決するにはどの理論が一番適切なのかって、まあ、選ばれるものなんですよね。だから選ばれる道具の方が絶対化することはないということです。あくまでもどんな課題なんですか、そのためにはどの道具、どの理論がいいのかっていうのが本当は、筋ということです。なので、市場への自由放任が万能ではないと、ね。市場への自由放任をやっていたら世界恐慌は解決できなかったということですよね。もう結局弱肉強食でひたすら強い存在が勝ち続けて、ね、弱い存在はもう、ね、誰からも助けてもらえないと。それがずっと放置で、ね、固定してしまうということですよね。だからその失業者に関しては大きな政府がやっぱ助けないといけないというのが出てくると。ね、その失業問題とかっていうのは、ね、やっぱ市場マーケットの、ね、
ずっとこう任せっぱなしでは解決できない、その時はやっぱ政府っていうのが出ていく必要があるだろうし、逆に政府が全ての問題を解決できるわけでもないということですよね。政府の関与が大きくなればなるだけ無駄がどん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 増えていきますよねと。無駄がどん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 増えるってことは経費がかかるんで、高コスト体質になり、インフレ体質になるということです。でどちらかに行き過ぎたら、もう反対の働きを必要とするということです。太りすぎたら痩せた方がいいし、痩せすぎてたら太った方がいいということになるということですよね。だから大事なのはどちらが正しいかではなくて、今どちらの理論が必要かっていうのが本当は適切な考え方だということです。はい、ということで、経済学を学ぶときはですね、誰がどんな理論を、もちろんこれはね、基礎としてやるんですけれども、それだけにとどまらないで、どんな時代背景で何を解決しようとしたのかっていうところまでやっぱ学んでいくことが、大事だと。そこまでやるとやっぱりね、その勉強とか理論っていうのが、実際に、実社会に役立つ、生きた学問になっていく、生きた学習になっていくというお話です。以上です。動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。